なんです。どうかな、体重はバッチリだね。あるよ。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です？2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。ダート戦線の有力馬たちが集う注目の一戦であります。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。さあ先行争いであります。片野北斗ベガがかわしていきました。そしてその後ろから6番エアリバティ、エフテーサッチがそのうちにいます。3番シルクフェニックス、それから5番石毛ひかり、その外に7番アーティストターフ、メディロランバダ、ピンクの帽子が馬込みで入れています。それからもう一頭9番ワールドイーグル、ラシアンスキー、一番後ろにドラールクラウンであります。前でありますが前競馬場、大歓声がある川崎競馬場、白い帽子エフテーサッチが先頭、旗の北斗目が懸命に追う、外を通ってエアリバティ先頭、森下とエフテーサッチ、エフテーサッチ先頭、先頭は一番エフテーサッチ、メジロランバナが差を詰めてくる。メジロランバナが一着、あとは写真です。あれ、いまいちだったかな。一着、当番、二着、一番、三着、五番、以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。はい、何です？
だね。いい感じだね。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です？どうかな。お、嬉しいか。はい、何です？はい、何です？よしよし。いいね。お、嬉しいか。よしよし。嬉しいか？よしよし。嬉しいか？よしよし。
上がりだね。いい感じだね。今週はレースがあるよ。まあまあかな。いい感じだね。2番人気か。ただいまより投票受付を開始します。中央と地方の精鋭が互いの意地をかけてぶつかります。ダートの帝王決定戦、いよいよスタートです。帝王賞12頭スタートを切りました。ちょっと出遅れたんでしょうか。9番セントリック、それから3番ブライアングロマン。先行グループからまず見てまいりましょう。東洋シアトルがかわしていきました。内を通りまして、4番メイセイオーから肩のホッコベガ、内から1頭2番バトルライン、その外からは12番セイエイツートップ、それから5番ワイルドブラスター。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。川のスパート、アブクマポーロはこの辺り、それからもう1頭7番 MI ブラン、そしてその外に鉄の戦国王ブライアングロマン、その外に9番セントリック。流れるようにレースが展開されています。先頭は4番メイセイオペラ、積極的に行きました。そしてその後ろから東洋シアトル、肩のホクトベガ、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。そしてそのうちに2番バトルライン、外から1頭12番セイエイツートップ。さあ第3コーナーに差し掛かります。その後ろ3馬身くらいあってワイルドブラスター、そして内からは川のスパート、10番黒い馬体、鉄の戦国王であります。さあ大井競馬場に詰めかけた観衆のボルテージが最高潮に達します。アブクマポーロ、馬群をさばききれるかどうか。さあ先頭は東洋シアトルが1馬身リード、2番手に肩のホクトベガ、アブクマポーロ抜群の手応え。先頭は8番東洋シアトル、間を割ってアブクマポーロ、肩のホクトベガが差を詰めてくる。アブクマポーロ1着、帝王賞勝ったのは6番アブクマポーロだ。惜しかったね。1着6番2着11番3着8番以上のように確定しました。へい、お待ち。何です？